マーキャ、嗅いでも悪い？え？いいえ、なんでもないです。そう？はい、しんどかったら言ってよ。私たち医療係のサルハンに任せて。今日の授業、巻物の1じゃなくて2に変更だってさ。そうですか。取りに行くでしょ？一緒に行こうよ。はい。椿、そういうの結構当たるもんね。もしかして男が近くに来てたりして。え、なんてないか。よしっと。断るの苦手なんだ。だからみんな私に頼んでくるんだけど。私ね、頼まれると嬉しいんだ。みんなのために動くのが。私の仕事だからね。私ムクレン、サルハンだよ。よろしくね。うん。怪我だけじゃなくて困ったことがあったら言ってね。ありがとう。うわ、あ、呼べる。すごい、何それ。こいこいの術。こいこい。ムクレン。はい。あーい。うん。おー、ムクレン、久々だな。久しぶり。聞いたよ、椿と決闘するんだって。お互いあまり怪我しないようにね。それは保証できねえな。傷薬いっぱい作っとくよ。あ、いたいた。モクレン、待ちらしいのよ。ごめんね、椿に伝えたいことがあって。椿、お夜食持ってきたよ。大雨になりそうだからね。お、そうですか。外の用事は明日。え、うん、リンド、なんとつわぶきと宝泉家が薬草探し手伝ってくれたの。違うんだよ、二人っていつも喧嘩していなくなるんだけど、今日は喧嘩しないで手伝ってくれたんだ。班長としてビシッとさ。喧嘩は良くないもんね。そこじゃないんだけど。モクレンもモテ術やってみ。いいよ、私はなんか恥ずかしいし。